新型 Z のパーツ価格が判明してきたので解説します。まずはレイルサイド、キット内容はサイドスカートガーニッシュ、フロント、リアフェンダートリム。サイドスカート、フロントフェンダーダクト、かっこいいわ。フロントフェンダー、オートサロンの映像ね。サイドスカートガーニッシュ、フロント、フロントバンパーサイドガーニッシュ、フロントバンパー。何か撮影してるね。なんだろう。リアスポイラー、リアアンダーガーニッシュ、リアバンパーセンターフィン。コンプリートキット137万円。ホイール、塗装、コーチングですね。 HKS。 パワーエディター 49,500円。 OB リンク 21,780円。サスペンションキット、ハイパーマックス S、28万8500円。スーパーターボマフラー、37万4000円。マフラーってこんなに高いのか。エアロは価格まだなんだね。ブリッツ、鏡でマフラー見えるんだね。スロコン、44000円。マスロー21,780円。ダンパー ZZ R 23万1000円。サイドディフューザー26万4000円。リアディフューザー28万6000円。リアスポイラー15万4000円。リアフェンダートリム71,500円。フロントフェンダートリム77,000円。フェンダートリムって高いんだね。クーリングボンネット352,000円。タービュレーター付きフロントスポイラー22万円。ハイパーカナード66,000円。ものはやんちゃな感じだね。フロントアンダースポイラータイプ1 55,000円。サイドアンダースポイラータイプ1 55,000円。リアアンダースポイラータイプ1 25,000円。万力ウィング近日発売。いくらかな。フロントサイドリアセット価格13万2,000円。安っ。これは真っ白で大人な感じだね。ベーシックセット28万9,080円。ホイール、車庫帳、コーチンは別だね。ARM マフラー21万1,200円。これも下回りが見えるように鏡があるね。赤が塗り分けられている。なんだかガンダムみたいだ。グリッドリックスボイラー18,000円から。サイドステップ88,000円から。ウレタン製フェンダートリム66,000円。リアスポイラー77,000円から。リアサイドガーニッシュ
3万3000円から。素材によって価格が違うんだね。ダンパーステルスベーシック13万2000円。まだうちの Z は納車未定です。ご視聴ありがとうございました。